LCQ ファイナルマッチポイントシステム。前回のマッチポイント形式で行われたプレイオフスプリット2プレイオフファイナルでは8試合目でのエンド、その8試合目がやってきました。そう、タク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 タチャンピオンシップ、この LCQ での出場枠はだよ。先のチャンピオンでこのマッチポイントを掴んだのはハオ、ベテランプレイヤームツキが引き入れたメンバー。競技歴はおそらくわずか数ヶ月といったこのライト、そしてこの火力枠のワタガシ。めちゃくちゃないと知りません。公式配信ないですもん。あ、中入れてるんで大丈夫ですね。いや多分もう、そう、新進の時も多分誰を落とすか決めてないよ。わからない。ぐちゃぐちゃ。そうです、適当。マジ適当。多分適当だこれ。ボタン押して、あ、落としたえ、なんか落ちました。え、入んなかったん？あ、やめちゃうっすね。かわいそう。かられてしまった。うわー、マジ、あれはちょっと。え、なんか別パーティーをボコボコにしてるんですけど、どういうことですか、これ。あ、これ別？え、別？あ、別で漁夫来たんですね。じゃないですか、さすがに。中に入ってるんで。敵ってね、なんか入れるんですか？入れないですかね、これ。入れないです。じゃあ表示だけだと思うんですけどね。ああ、なるほど、はい。オブザーバー表示。中は入れません。ここに入ったことは後からないと思うから。やっぱ入れたら問題じゃない。入れたら意味わからんの。マナー時間的にちょっと、ギリギリもいいと思いますよ。まあ、でも拾えない。無理ですね、抑えられてるんで。まあ、飛んだ時とかにやられそうですけども。これはおそらく、構成的にはホライゾンいるんで、急投げて、あれは、わ、あ、見せた、突撃して一枚最速で落とした、最速ですね、突撃、けど、けど、けた、あおおおおお、どれだ、ね、これ雲起動されてたら、世界が終わると思う。ミーティアとしても現状43点なんで、いやーちょっと。どうしても上げたいんですが、サポートレジェンド積んでないので、そうです、蘇生無理ですね。蘇生が難しい。ロキはこれで拾えなくなりました。残ったのはみたらしのバナー、これも拾えないと判断してマッティはアンチに積んでいくことを判断した。ここはもうチャンピオンマッチポイントチームが進まないことを祈って。確かに。さあ、ネビュラ対ワウダ、ただこれに対して削り返したシコちゃんだ。かつてはシイタケ、グローのウルトラ火力枠、えぐい。エビラを真っ向から跳ね返すか。そうですね、今ウルトも使えない状況なんで苦しい。ここはバウが圧倒的有利なファイトになる。手前まで来ている。さあ投げたはいいが、これ屋根がデフドル、むしろ前に行く。相手を撹乱している。ただチコちゃんが2つ目のキル、ダブルキル。ワンブイツすれ違っている。対面チコちゃんだ。もうまだあるか。挟まれている。はい。おええ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 えあー、びっくりした。うわ、そして CR は GHS のファイトどうやって勝ったんだよ。ね、ポジトプレイヤーたちがね、進めてくれるという。さあ、ヒットです。さあ、アンチ、まあそのまま右上に寄りそうですね。おはお、え、お上、えホワイトールどっから来たんだ。コーチからか。コーチからかもしれないですね。どうしようかな、でかこれ終わってから挟まれてしまった。挟まれてしまった。なんてやるか迷うな。さあ、これ交戦していただければバーローズそのまま直進できる。うん。さあ、ネビラはアンチ外で押していく。起こせ返して、ランクが返した。まずこれチャンスだな。はい、カッキルマン入った。やらん、やらん、やらんといけないんだ。やらんでいいっすか。やらんといかないよ。ホワイトオールを抑え込んだ。ハオだがバロスどうだ。来てるか来てるか。確かに来てない。あれ、うわー、やるか。さすがにやらないとマジで、ミフランさんみたいになったら自分マジやる、多分やる気ないぞ、もう一回マスターになって追うなら自分やりたくないからな、絶対。反面教師、まあ、ちょっと落ち着いて、絶対にやりたくない、あんな風には。ミフラン反面教師バロしてます。
ユフナさん舐めてるでしょ、さすがに。舐めてるね。ユフナさん乗ってないのにやってるし。バロランド。ピン刺さったんで、もしかしたら脱出切る可能性もありますけど、まあ向こうの方が混んでるはずなので、はい、ちょっとバロとしては難しい。でもエイペックスの強いパートプレイヤー、バロランドマジで強いよ。さあ、なんかアセンダントぐらいじゃないみんな。そう。ホワイトウォール。ハイポイントからの位置返しました。ホライゾン、ホライゾン、めっちゃ攻めてるね。下側にはエイペックス頑張るとネイキと。これネイキとも戦うじゃないですね。そもそもに行ってる公園。ただ展開されてネキとちょっと押しづらいですね。空爆も入らないんで。まあ、さん、なんかやってる感じでネキそんな面白いって感じなっそうやからな。いや、それそうやろ。なんかそんだけ別にやらされて。無理やりやる意味ないから、好きなこと やっていいと思うけどな。いや、でもここまで来たからもう無理。自分を否定するようなもんやから、今まで頑張った。かなり強気にいったな。諦めたらここで。まず張り付く選択肢を取りました。さあ、ピンキーは高いフラグ。さあ、壁たかれてしまうと、これはちょっとこの分断で左側のエリアを強制した。あ、ただこれ左の岩から倒せる。さあ、側面青ジャソンがアルファをワンマグしている。いいね。いやー、あーね、これ右側を切ったことによってファイトに集中できたのはエーペックス頑張る。そうっすね、まあカタリストルトでやっぱ進行できなかったですね。わー、ネイケッド。え、1ポイント取れなかった。また敵をコントロールできるのも強いですね。かもしれない。このクマさんに関してはカタリスト実装当初から1ポイントのアーシマが、おお、魔物がいるわ。そして SBI のワンノックを取ってるか。クレジラ君、 SBI もこれ死んだらやばくない？ポイント。いやー、そうだよね。ネイケッドの状況同じ。 SBI 逃げれてないですね。ゼロ、そう、実験もしてないんじゃないか。あー、来た。わかんない。うわぁ、死ぬなぁ。あー、行ってんのか。まあでも外れるんで、次が多分もうここ行っちゃおうって感じですね。あ、そうっすね。後ろの取り返しだけは怖いが。シーアール、これ2位なんじゃね、この感じで行ったら。そうだね。多分今、チャンピオンにラスト入れたくないかも。ただ2位止まりたい。これで終わったら2位で終わりそうだ。さあ、ノンセプションやはり北側の一番脅威である。ノンセプションいいじゃん。あれさ、崖下。これ歯を上から打つだけだか。バローズ、バローズ来た。悪者にされてるんだけど、これはかなり重要なファイト。フィットもネビラとのファイト。マッチポイントチーム、なんでチーキさんとエペの配信なのにいつもバロの話するんですかって。ユリースの話自分会社だけなのになんか悪者にされてるんだけど。あれ、俺の話。おい、ふざけんなよ。あれ、おい、ふざけんじゃねえよ。おい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 、なんで俺、あーねえ、チーキーもうバロ話ダメなんだよ。チーキーもうバロばっかり。うつきのリブート。こいつもバロばっかり。したからなんなんだよ。いやー、壁方ネビラがあと1枚も持っていっている。なんでそんなスポンサーみたいな感じで怒られてんだよ。何の話しようが俺の勝手だろう。別の車線も苦しい。これはもう絶望ですね。 SBI ポイント取ってたって。じゃあ転倒してんじゃない。下もないっすね。これどこで何度か分かるしかない。俺のコメントはもう、地域がディフなアンチじゃん。さあ、ハオとバローズのファイトに動きがある。ディフなアンチ。ディフなアンチ。ディフなアンチ。上からライト。地域ディフなアンチ。ディフなアンチ。さあ、この窮地を救う。おー、ハオ、ハオ did they win that。 わずか数ヶ月決めれるかこのチャンピオン。さあ、漁夫はないか。上から上がってこなければない。全然なさそうだ。いやあ、来た。ポジション最強ポジ。ライト君あんのこれ。強くね、ここ。と警戒ですね。強い、している。いない。え、プラエルスターアイアンサイト。エルスターにバイスコついてないぞ。なんでや。大丈夫か。よくあるやつ。金もエルスターの。このタオに関しては。盤石のうち下のサンダーボッチさんがノーセプ位置。ノーセプはレディアンを詰めにいている。そうですね。歯を入ってるな。決めそうなんだよな。歯を入ってる。エリアが狭い。入ってるやん。ヒットは全滅だ。うん、上入ってる。アビリたまたま潰しに行くかもしれないですね、これ。しかもこれアンチがいるんで目の前の入ってる。ああ、もう切るだけですね、これ。さあ、空爆投げられて。ああ、クロトンも落ちている。レディアンは苦しいぞ。レディアンこれ後ろから打たれますね。アビリティで。ああ、死ぬ、スローが入った。アンチダメージももらう。ネイキノーセプションはすでにもう先を見ている。リンがちょっと削れてるから。あ、上からね、上やばい ね、やばい。リングリングエイペックス頑張れ。あ、リンさんがちょっと取りしちゃったな。しかも CR も上がってきた。あ、おーけどリンが落ちたことによってレディアンの動きになり、クレイジーラクーンがチャンスをつかみに行く。
盤面が崩れた。支援爆撃でレリアンモーション。ちょっとなんか覚えてるこの状況、同じ状況。ノーセプションが全滅。けど、けどこの時勝ってますか？これ CR 来るこれ。一枚でしょうか？ワイエル。いやどうやろ。上がきついね。やばいな。なんかドローンが飛んでるかわいや。ドローンおっと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 。あリーグリーグリーグ。リーグ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 頑張ってほしいけど、リーグ頑張れ。今は頑張ってほしいけど、リーグ頑張ってほしいけど、けどこれは落ち着いた。いや、いいかもしれないけど、ね、いいよな。頑張ってほしいけど、これ挟まれちゃうんでね、倒す選択肢通ると思いますけどね。いいな。飛んできたらもう挟まれちゃうんで。はい、さあリーグライトこれ取りですね。三段落ちの。うわ。わお。シェアラーなんとか耐える。わお。さあ歯をどうするか。今度は降りなければいけない。下にはエーペックス頑張るがいる状態。バルキリー。いやこれ CR あるんか。いやーこれ苦しい。グレとかでも終わっちゃいますね。CR として怖いのはバルールトでの裏飛びの警戒。リングのさあアンジュには入ってる。入ってますね。とりあえずサンダーウォッチ切りますかね。そうですね、サンダーウォッチ切りますね、とりあえず。さあ、あと CR の射線も考えない。CR は次のアンジュ入ってるの。ハオの射線も怖い。あ、はい。ハオはまあ次外れてるんで。ギリギリ入ってるかな。ギリギリまあとりあえず降りるしかないですよね。もう降りるか、まあ、こういう時決めるイメージやな。バルルトでしょ、バルルトですね。さあ一旦これで見つける。これでノーセッ、シアですね。シアの後ろを突きに行くのが多分ハオは、ハオもマッチポイント。またバルキリーに取られる。マッチポイント、マッチポイント。おええ旋回する。どこ行く、どこ行く。迷っている、迷っている。いやーマジかこれ。いやバルキリーロケット、どうなんだそれ。なんとかなっている。ネピラの後ろを狙いに行く。さあパクハがいい位置、リギュに対して超圧かけてる。そうですね、パクハがプレッシャーかなりかけている。ただハオとしては2ダウン。クレイジーラックがまずい、まずい、まずい。いやこれ終わるな、これ CR 勝って終わるな。ラフテの全滅です。残り5部隊の14。だったら CR 勝ったらさ、 CR のオーセプだと思う。マッチポイント到達チームはクレイジーラックが。おーおーおーいじゃん。あれこれ取り切ったらクレイジーラック攻めていこうか。ゆっくりゆっくり落ち着け。 CR 勝てばノーセプだね、絶対。ちょんちょり、よし。空爆の間で一旦マッチポイント到達はクレジラクのみ。あー自分のやつ。ただリグナイトも後ろいるのが怖いですね、これ。あリグナイト、あこれでもリグナイトもあると。そうリグナイト、これ後ろ取れるんですよ。後ろ取れればリグナイトもある。はい、リグはあうまい。あーさあ上がっていく。ヘイトを買ってないぞ。削ってない。やばいやばい。いやもうリグ、リグ頑張ってほしいけど、けど頑張ってほしいけど、けど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 。いや CR だこれ、 CR だ。強い、リグを落としていく。出す CR です。早い山サップ、目の前残ってるリグを打ったり。ヨーラスさーん、これ一人ダウンしてると。さあ向こう目の前は CR です。誰だ、誰だ。エイペックス頑張るだ。CR です。何人いる、あれ来ないぞ。あーこれ二人、二人だ。あー CR だー。来るかクレイジーラ君。 CR だ、おめでとう。マジでよかった。突撃ラスト1枚決めに行く。決まるぞ、クレイジーラクーン。おめでとう、おめでとう。チャンピオンシップへの切符を掴んだ。いいねマジで、クレイジーラクーンだ。よかったよかった。